猿若町の芝居茶屋高級芝居茶屋の2階の様子。道を隔てて見える芝居小屋からは、目と鼻の先にあったことがわかる。芝居茶屋とは、江戸時代の芝居小屋に専属する形で観客の食事や飲み物をまかなった、今でいう劇場のお食事どころ。その経営者や使用人の中からは、広大に大名跡となる。 株伎役者も生まれた。江戸時代の三都には、それぞれいくつかの芝居町が存在したが、その中核を成したのが、芝居小屋と、それに専属する芝居茶屋だった。芝居茶屋の食事は、芝居見物の楽しみの一つで、この日ばかりは、下は庶民から上は諸公に至るまで、できる限りの大盤振る舞いをして、各茶屋自慢の味を堪能した。こうした、芝居茶屋の荒ましや、 出された献立などはいくつかの日記や書簡にその詳細が書き残されており、王子の様子を偲ぶことができる。一口に芝居茶屋といっても、そこにはピンから霧まで様々な種類のものがあった。江戸の芝居町ではこれを規模や格式などをもとに以下のように分類していた、明和年間の記録によると、境町、吹屋町の芝居町では、 中村座が大茶屋16軒と、小茶屋15軒を従え、市村座が大茶屋10軒と、小茶屋15軒を従え、一方、小菊町の芝居町では、森田座が大茶屋7軒を従えて、それぞれ盛況だったという。出方芝居茶屋や出方は、専属する芝居小屋と密接な関係にあった。このため自然その指定が、芝居小屋に出入りするようになり、 そうしたものの中には芸に目覚ましてそのまま役者になってしまうものも珍しくはなかった。こうした役者が新たに選んだ歌舞伎野合はその多くが実家の芝居茶屋や出方の野合を転用したものだった。広大になると様々な事情により歌舞伎の門伐の方から芝居小屋の方に逆に用紙を送り込んでくるという事例も出てくる。こうしてできた名跡の中には大名跡として 今日にまで連綿とその名が続いているものも少なくない。以下は芝居者ややり方と関わりのあった代表的な歌舞伎役者。他、ありがとうございます。